マルクス・ワレリウス・コルウスは古代ローマの伝説的な英雄100歳まで生きたとされている。46年のキャリアで6度の失勢官、2度の独裁官に選出され、4度の外旋式を挙行した。紀元前349年、ローマ周辺は山から降りてきたカリア人と海からやってきたギリシャ人に脅かされていた。さらにラティウム同盟が軍の教室を拒否。 ローマでは緊急二重軍団が組織され、失勢官カミルスがガリア人と対峙した。この時ガリア人の一人が一騎打ちを所望してきた。ワレリウスは失勢官の許可を得て、これに応えると彼の兜に一羽のカラスが止まった。兵士たちはこれを見て、神の加護を予感し神に祈ったという。カラスは一騎打ちの間敵の顔をめがけて攻撃を繰り返し、 ついにワレリウスは敵を打ち取った。一騎打ちが終わると敵味方入り乱れての乱戦となったが、失勢官は味方を鼓舞して敵を打ち破った。一騎打ちの勝利でワレリウスは失勢官から報奨を授かり、さらに長引くギリシア人との対立の最中、選挙管理のため建てられた独裁官ティトス・マンデウスとルクアトゥスによってローマ不在のまま23歳の若さで、 翌年の執政官に選出されることとなった。ローマ不在で選出されることも年齢もこの当時としては異例のことでこの時からコルウスの小グ面で呼ばれるようになったという。紀元前348年に執政官に就任。同僚はマルクス・ポピ・リウス・ラエナス4度目の就任であった。国内外での争いごとは起きなかったが、この年ローマでは薬病が蔓延し、 元老院は、シビュラの書を紐解くことを決定した。また、この年、ローマとカルタゴとの間で条約が結ばれている。この条約がカルタゴとローマの何度目の条約であるかは、研究者の間で意見が分かれている。よく紀元前347年、バレルースはプラエトルに就任していたと考えられている。紀元前346年、バレルースは再び執政官に就任した。同僚は、 ガイウス・ポエテリウス・リボ・ウィソルス二度目の就任である。約30年前に、ラティウム同盟によって破壊されたサトリクムに、近年入植していた、アンティウムのウォルス貴族が、ラティウム同盟を先導しているとの情報があったため、ワレリウスは、ウォルス貴人に対する先制攻撃を命じられた。ウォルス貴人は、サトリクムに逃げ込んだが、ワレリウスはこれを陥落させ、サトリクムは、またしても、 マテル・マトゥータ神殿以外破壊された。ワレリウスは、戦利品を兵士たちに分配すると、4000人の敵兵を捕虜として、凱旋式を挙行捕虜たちに、チャリオットの前を歩かせたという。翌紀元前345年、ワレリウスはおそらくアイディリス・クルリスを務めたと、考えられている。紀元前344年、ユーノをもねえ神殿が封見された年、 インテルレクス製のカワレリウスは翌年の失政官に選出される。紀元前343年、バレリウスは再び失政官に就任。同僚はパトリキのアウルス・コルネリウス・コスス・アルイナである。この年、サムニウム人が死的ニ人を攻撃し、彼らはカプアに救援を求めたものの集荷的せず、カプアはローマに泣きついた。ローマはもともと サムニウム人と条約を結んでいたため、審議にも取ると失政官は断ったが、カプアは、ローマへ、自らのすべてを差し出したくすとして、助けをこうた。カプアの捨て身の願いに動かされたローマは、サムニウムへ施設を派遣、攻撃中止を訴えたが、剣もほろろに断られ、ローマは、サムニウムとの海戦を決意した。ワレリウスは、カプア救援のためカンパニアに軍を進めると、 ガウルスさんの戦い、スエスラの戦いに勝利して、凱旋式を挙行。キケロ、大加藤、老年についてによると、ワレリウスは46年の長いキャリアを終えると、自分の農園に戻って100歳で亡くなるまで農業を探求し続けたといい、その老後は現役時代よりも幸福なものであったという。ありがとうございます。